ア井亀太郎十二月八日から九百三十二年十一月七日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍中将。群馬県出身。新井沢二郎の四男として生まれる。群馬県境の小学校、同山田第一高等小学校、近所商業学校を経て、八百九十六年十一月陸軍士官学校を卒業。 翌年6月、陸軍不評勝位に任官。不評第16、9、35の各連隊付けを経て、1903年陸軍大学校に入校。日露戦争の勃発に伴い修学を中絶し、現代復帰、第1回旅順攻撃、第2回攻撃、第3回攻撃及び法典の海戦に参加。1907年陸軍大学校を卒業。 第2師団、第9師団、第11師団の参謀、ル守第12師団、第6師団の参謀長、ウラカン派遣軍第4兵団司令官、台湾不評第1連隊長などを歴任。1922年8月陸軍少将に進級し、不評第17旅団長、陸軍富山学校長などを経て、1927年7月陸軍中将に進級。 死が中東軍司令官の後、第七師団長。1931年8月予備役編入。1932年11月、群馬県立伊勢崎高等女学校にて、公演中に倒れ、死去。ありがとうございます。